何も心配いらないぜ、風は吹いている、予測不能な乱気流も味方についている、もう何も気にしちゃいらないぜ。はい、皆さん改めましておはようございます。想像しのないこの世界に、はい、おはようございます。ありがとうございます。アストラックスキッズ講座にお集まりくださいましてありがとうございます。初めての皆さんもありがとう。そして何回目かね、もう何回目か の皆さんもお集まりくださってありがとうございます。ですね、私は今日の司会担当の高橋千恵子って言います。5歳の時からチコちゃんって呼ばれていますので、チコちゃんと呼んでください。はい、宇宙船に乗ってお客様のおもてなしをする宇宙の CA さん、アテンダントを育てる、教育する先生をやっています。そして宇宙旅行にも申し込んでいます。4月から始まったアストラックス講座も今日で4回目になります。今日はゴールデンウィークの講座の2日目になります。今日も楽しく宇宙を通じていろいろ学んでいきましょう。はい、それでは講座に入る前に4つお伝えしたいことがあります。まず1つ目、これからアストラックス講座をたくさんの人に知ってもらいたい、見てもらいたいなと思うので、この講座は録画されています。そしてお写真を撮ることもあります。主にですね、 SNS を使って講座の紹介に使わせてもらいます。写真を撮るときは撮りますよって声をかけますので、もしもお顔出しをすることがダメな方、できない方はビデオ機能を使って特に来ていただくなど、ご対応よろしくお願いします。2つ目です。みんな今日呼んでほしい名前、皆さん変わってますかね。お名前変わってない方いないでしょうかね。もしまだの方がいらしたら、お伺いください。はい、3つ目です。今日のワークシートのご用意は皆さんできてますか。宇宙船の絵のついた番号が書いてあるシートですね。それと書くもの、鉛筆か何か書くもの、何でも結構ですので用意しておいてください。後で使いますから近くに置いといてくださいね。はい、それではですね、早速講座に入っていきたいと思います。今日の先生はゆうり先生です。ではゆうり先生、どうぞよろしくお願いします。はい、ではこれから始めていきます。よろしくお願いします。今から画面を共有していきます。ちょっと待っててくださいね。よろしくお願いします。おじ割る見えてます。はい、今日は私ゆうりが説明させていただきます。私はゆうり先生に呼ばれているので、質問があったらゆうり先生というふうに聞いてください。私のお仕事は宇宙船でお客様をおもてなしするお仕事をすることです。その前には飛行機に乗って客室乗務員という仕事をしていました。今日は皆さんに私たちが住んでいる地球とその周りの星、あとは何度かもう受けてくれている子もいますが、今日もこの宇宙船のシートを使ってどうしていきます。よろしくお願いします。お願いします。みんなは夢はあるかな。先生の夢は空を飛ぶこと。そしてこの空を飛ぶことという夢は、ことを始めたことで、もう一つの夢が宇宙に行くことでした。でも宇宙に行くなんて宇宙飛行士じゃないから無理かなっていうふうに思っていたんですけども、だんだんと宇宙船で旅行に行くことができるようになってきました。なので頑張って宇宙に行ってみようと思って、
そして、を始めました。なんだろう。今持ってる夢、あと将来が変わる夢もあると思いますが、ぜひ実現できるように頑張っていただきたいなっていうふうに。さあ、これは何度か受けてる子は見てると思うんですけど、みんなの住んでいるところはどこかな？みんなどこから来たかな？これが大体中部地方やから、大体ここら辺か。ここら辺。場所はどこでしょう？はい、埼玉、埼玉。埼玉？はい、じゃあ埼玉はこの辺だね。うん、あとはあるかな？鎌倉！鎌倉？じゃあ鎌倉はもう少し下のこの辺だね。どれつき？あとは誰かいるかな？京都。京都？そうか。すごい遠くから来てくれたね。どうもありがとう。これどこでやってんの？はい、そういうふうにたくさんのところからみんな来てくださいました。どうもありがとうございます。先生が住んでいるのは、これ何かわかるかな？東京だ。東京タワー。先生が住んでいるのは東京です。東京に住んでる子は何人くらいいるかな？手挙げてみてください。あ、たくさんいますね。はい、どうもありがとう。ここさ、入ってくださっていいですよ。どうもありがとう。ここに赤い点あるよ。世界の中で日本はどこだろう？ここ日本は、日本はここだよね。今見ている世界地図ってどこだ？見てないかな？あるやろ。うん、ロケットがちょうどこういうふうに日本が真ん中にある世界地図を、高学年の子はよく見ていると思います。さっきの地図と何が違うかっていうと、私たちがいつも見ているこの地図は日本やアジアの国、あとはオーストラリアの国の人が見ているような地図は、こういうふうに私たちが住んでいるところが中央にある地図です。ダメ。でもね、アメリカやヨーロッパ、そういうところに住んでる人がよく見てるのが、こういうふうに日本が端っこにあります。だから一番の住んでるところによって、地図もどういう地図が便利なのかなっていうことがお聞きいただけると思います。日本人はこれ、みんなはいろんな考え方を持って生きてるっていうことがあって、どんな考え方もいいなっていうのが分かっていただきたいなと思います。いてますね。じゃあ日本以外の国に行ったことある人はいますか？お声出してください。はい、お願いします。ハワイ、オーストラリア。はい、ハワイはこの辺かな。オーストラリアはこの辺かな。あとは韓国、ベトナム。はい、ベトナム。そうだね。グアム、ベトナム。ベトナム。そうか、ベトナムはこの辺だね。先生もね。タヒチ。タヒチ。おお、タヒチはこの辺かな。中国だって。沖縄。タイ。タイ。ありがとう。先生は飛行機に乗るお仕事をしてたので、いろんなところに来ました。このライオン知ってる？さっきシンガポールに行った。マーライオン。マーライオン。それはどこ？シンガポール。シンガポール。シンガポール。どこ来てる？シンガポールです。どこにあるかわかるかな？え、わかんない。そうか。シンガポール行きたい。シンガポール行きたいね。大好きだから行きたいな。これはわかる？これはアメリカ、アメリカの女神、の神様だ。自由の女神。自由の女神、よくわかるね。すごいね。そう、アメリカの自由の女神です。ニューヨークはどこだろう？右、ね、右の端っこね。でも最初に見せた地図だと中央にあったりするかもね。住んでるところによっていろんな地図を見てます。見て囲んでる。
これで確定だよ。では次に行くね。先生は飛行機のお仕事でたくさんの船に行きました。どれくらい行ったかっていうと、これくらい。飛行機が大きくなったら、いろんな国に旅行やお仕事で行くようになると思います。すごいね。飛行機でやった。すごいことか。これ世界地図。まっすぐに平面になってるんだけど、くるくるっとすると、あれちゃん、くるくるっとすると何するか覚えてる？何になるか覚えてる？くるくるってすると何？そうそう。どこ？これ？あれ？ハワイみたいな。インドじゃない。ちょっと声が聞こえなくてごめんね。じゃあ次に行っちゃうね。アリちゃんありがとうね。くるくるこんなふうに丸くなっちゃう。地球儀になっちゃうよ。地球儀。ああ、地球儀当たった。地球儀は丸いよね。丸い。私たちが見てるのはこういう平面のまっすぐな地図だけど、実際に沖縄に行きます。地球、実は地球の中に木があるんだよ。木？そう。じゃあ次行くよ。飛行機の中から地球を見てみました。私は飛行機の中でお仕事をしていたので、こういう景色いつも見ました。でももうちょっと高いところからどうだろう。青空。高いところから見たら、いやだ。向こう側が少し丸くなってるのが分かるかな。地平線って言います。映されたら地球が丸いということが分かります。みんなも宇宙に行って地球を見たら、あ、地球ってやっぱり丸いんだなっていうのが分かると思いますよ。じゃあもっと高いところから見てみるね。もっともっと高いところから見てみたら、こんな風にまん丸になりました。すごいね。じゃあもっと遠くに行ったら、右側に見えてるのなんだ。そう、地球の向こうに月が見えます。昨日先生は夜お散歩に行きました。とっても綺麗に半分の形の月がとっても綺麗に見えました。じゃあ次行くよ。マスクは絶対食べないでよね。じゃあこれはクイズです。答えが出ちゃってるけどクイズです。ここに見えるよね。前これはどこから見えるか。宇宙。どこでしょう。宇宙だね。宇宙だ。ああ、地球で見るよ。惑星。手前はね、宇宙です。あ、宇宙じゃなくて月です。はい、みんな答えてくれた子もいたね。月です。そして地球はこんな風にキラキラと青く輝いて、とっても綺麗なところに私たちが住んでるんだなっていうこともわかると思います。次に行くよ。これがね、私たちが住んでいる太陽系というところです。どう、太陽系お勉強したら分かるよね。大学院の方が勉強してね。で、一番左側が太陽です。あと漢字だから見たくて読んでいくね。で、金星、そして私たちの地球、それから火星、木星、大きいよ。土星、大きいよ。わかるね。天王星、太陽星、そして冥王星という星があります。いくつあるかな？数えてみて。1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個。太陽系の惑星は太陽系の惑星はこういう順番に並んでるよ。見える星があるかな。じゃあちょっと見てみよう。星は何だろう、わかるかある？
地球の隣の星。星水星。水星。そう、水星は隣。どうかな。赤いよ。木星。火星。火星当たり。火星が当たりです。軽いだ。地球の隣の星です。ずいぶん離れてるけども。もうすぐ火星にも人が行けるようになるんだよ。そうです。思いっきり飛んだらどうやったら宇宙に行けるんだろう。ジャンプしても宇宙に行ってこいないよね。ロックス。届かなかった。届かないね。どうしよう。どうやったら宇宙に行けるかな。高す。宇宙船で行けるんじゃないかな。ね、宇宙船に行けるよ。先生は子供の時、たくさん宇宙に行く夢を見てました。宇宙船に乗って行ってたよ。あ、今。けど泣いちゃいます。今日はみんなで宇宙船を描いてみましょう。お父さん、お母さんにこの紙を用意してもらってると思います。ねえ、どうかな？今日はみんなでやるのは、点々になっているところを点を結んで宇宙船を描いてみるというお仕事です。もう何だかやってる子は2回目になっちゃうかもしれないけど、みんなで一緒に描いてみたいと思います。鉛筆が用意できたかな。ではここで描いていくね。まず1番のところから2番まで線を引きます。1番が見つかった子はいますか。1番は下側にあるね。はい、はい、1番から2番まで線を引いてください。先生はこういうふうに引いたよ。2番から3番、はい、引いてみよう。3番引いたかな。3番、はい、引いなくてもいいよ。じゃあ3番の次は4番すぐ近くだね。だね。4番できた。5番はその左側にあるよ。6番すごい近いね。その上にあります。7番はどこかな。まっすぐじゃないよ。右側に曲がったところが7番です。7できた。できた。先生ちょっと変な線になっちゃった。7番から、じゃあ次は8番は左側の上に行きます。あらあ、みんな続いていっていい。続いていっていいよ。早くできた子はどんどんやってください。じゃあ8番だと9番。先生は10番まで引けました。18番の後は11番。大丈夫かな。11番から12番までは引いてあるね。12番から13番は少し斜め上に行きます。26、すごい。26、早い。できた。16番からできた。13番、早いね。じゃあもうできた子がいたら好きな色に塗ってみよう。最初に始めてて、自分が宇宙に行くんだったらどんな色のどんなデザインの宇宙船がいいかなって考えながら色を塗ってください。先生は16番、17番、18番、25番、早いね。21番、22番、23番、25番、25番から26番、ちょっと離れてるから気をつけてね。ぎゅーんと長い線を引いて26番に行きます。はい、これで終了。じゃあこの宇宙船に色を塗っていこう。それぞれ塗ってください。光塗っていただいていいですよ。先生も塗っていくね。光にしてみる。これ、うん、じゃない？ここだ。
最初に黄色を塗っとくと、どんな色でいいよ、どんな色でもいいよ。みんな一番好きな色がいいよね。でも塗らなくていいよ。先生は胴体を緑色に塗ったよ。すごいね。あと窓は茶色にしようかな。あとどこだよ。窓がここにあるんだよ。これちっちゃいやつが窓です。宇宙船からお客さんが外を見られるように窓がたくさんあるよ。そして宇宙船に乗ったお客様は窓から地球を見ることができます。みんな色はどんどん濡れてるかな。どんどんじゃない。ゆっくりでいいよ。先生は翼は黄色にしてみようかな。普通全部白だ。綺麗に濡れてると思う。いや、黒だよ。翼だけ黒で、あとは白。そう、工夫しながら。こんな風な構造になってるのかな、宇宙船ってどういう風に飛んでいくのかなって想像しながら塗るともっともっと楽しいよ。ドアどこだろう。ドアはね、ここには出てきてこないからわかんないね。ドアはね、前の方に実際にはあります。でもやちゃんドアわかるよ。ドアわかる。すごいな。うん、濡れてる？可愛い色に濡れてるかな？できた。早いね。すごい。じゃあ後でみんなで見せっこしよう。ちょっと待っててね。私もまだ描いてるので。はい、まだゆっくりで大丈夫ですよ。こんな感じで丁寧に塗ってもいいし大丈夫だよ。早く塗ってもどっちでもいいよ。あったら丁寧さがなくなる。丁寧さがなくなるから。先生もちょっとオンラインだから丁寧さはないな。何一つどうぞ。ありがとう。何て言ってた。大体できたけど、ちょっと綺麗じゃないかな。あ、ここは何にしようかな。何にしようかな。前こうやって消えたの。ちょっと細かいところが何かまたこけた。黒で隠すのいいよね。ちょっと鉛筆削ってくだいぶうまいし。これねえねえ見て、そのどうぞ、母ちゃんも手伝っていい、寝るの。でも先生はだいぶできたぞ。やめてと話しようって。あの、こういう感じでな。よく見ている。いつの音が聞こえる。先生の手元も見せて。
しのないこの世界に心も癒してく造形や牙の現代論で本当の自分に出会えるはずない。なんか暗いぜ神器臭いぜ飛び込みたい感動のうつぼへと。ね、ここくらいになりたいんだけど、これと同じところ。ここからに。あ、ここやってない。来たわ。ここからかい。こんなのここに。ここがある。それで、ここが合体してるんだよね。こう、翼が上がるところ。そうそう、すごい、翼が立ってロケットになるんだもんね。すごいね。よく覚えてくれてるね。よっしゃ。できました。来た？すごいすごい。粉塗ってます。粉塗ってるね。はい。声出していただいたり。ポケットでしょ。すごいだ。すごいね。みんなかっこよくなれたね。わあ、渋いのもあるし、かっこいい色のもあるし、すごいね。どうもありがとう。じゃあこれは後で先生に送ってください。そしてみんなは今まで受けてくれたお友達はこんな色に塗ってくれてます。今日ここで、もう一回受けてくれた子の絵もあります。中央の子は土星を描いたり地球を描いたりいろんな星も描いてくれました。あとみんなそれぞれ好きな色で丁寧に塗ってくれています。みんなもこれをお父さんかお母さんにお願いして先生に送ってください。はい、明日の授業でみんなでこんな風にできたよというのをお写真で見たいと思います。みんないいですか？はい、はい、じゃあ宿題なのでできてない子はお願いします。はい、はい、いいよ。ではその色塗りは中断をして画面を見てください。これが本物です。
すごくかっこいい宇宙船です。でもみんなが今塗ってくれたのはこんな真っ白じゃなかったよね。いろんな色をつけてくれていました。今は白い宇宙船が多いんだけど、みんな大きくなった時は今みたいにピンク、緑、青や茶色のかっこいい宇宙船がたくさんできてるかもしれません。今みんなが出てくれたのはこの真ん中にある宇宙船です。これがこの左下、右下もそうです。それでね、どうしてこれ3つあるのかなっていうと、つながってる。宇宙まで空を飛んでる間はこの宇宙船を両端の飛行機が運んでいきます。15キロ合体してる、すごい。宇宙船がビューンと下から外れてロケット噴射というのをしてドーンと宇宙まで行きます。とっても早い時間で宇宙空間まで行くことができます。そして宇宙で観光を終えた後は着陸の時はこういう風に飛行機の形で普通に飛行機のように着陸することができる宇宙船です。とってもかっこいい宇宙船。そしてこの宇宙船は来年には飛ぶかなというふうに言われているので、今日みんなでお教えしている先生たちも来年には乗れるかもしれないなっていうふうに思っています。じゃあ次に行くよ。他にもこんな宇宙船があります。すごいよね。まず左側の上、これはアマゾンという会社で作っている気球や普通の宇宙船です。ロケット型になってます。お父さんやお母さんとアマゾンで買い物したことはあるかな。ある人手を挙げて。アマゾンあるかな。そうだね。そう、そのアマゾンというとっても大きい会社が持っている宇宙船、ブルーシェパードという会社なんですけども、ロケット型の宇宙船です。これに飛行人が乗る宇宙船が乗っかってロケットでまっすぐに上がってきます。どうですか、スペース X っていう会社の宇宙船なの。スターシップっていう宇宙船です。とっても大きい宇宙船で100人乗り。さっき見た月が火星にもこれで行くことができるようになります。あと右側の上も同じ宇宙船です。スペース X の宇宙船です。すごい、ブルードラゴンっていうかっこいい宇宙船です。先生、昨日ニュースで見たんですけれども、国際宇宙ステーションっていう宇宙船があるんですね。そこはいろんな国の人が共同でいろんな実験をしている施設なんですが、その宇宙ステーションにこのブルードラゴンという宇宙船で宇宙飛行士を乗せていきます。今は嫌な病気が増えてるよね。だからその宇宙飛行士の人たちもそんな病気になっちゃったら大変だから、少し中に行くまでの間うつらないように一人できちんと過ごしていて、宇宙に行くのに備えるというふうにしているそうです。あと右側の下見て、すごい面白い。これも宇宙船だよ。このこれすごく大きくって、どれぐらいの大きさだと思う？あ、ありがとうね。知ってる子はいるかな？え？うん、とっても大きいの。とっても大きい。東京ドームぐらいの大きさ。一番膨らんだ時には東京ドームぐらい大きいんだよ。すごく大きいでしょ。そしてその下にあるちっちゃく見えるこのパラシュート、これは着陸用のパラシュートなんですけれども、これでもサッカーコートぐらいあるっていうので、とってもこの気球が大きいことがわかると思います。その下の豆粒みたいにちっちゃく見えているこれが、拡大したものがこちら、これが人が乗る宇宙船です。気球なのでゆっくりと上がってゆっくりと宇宙の観光をして降りてくるという、そういう宇宙船です。いろんな宇宙船があって続々開発が進んでいるので楽しみですね。
じゃあ次に行くよ。みんなが大きくなったら地球のどこでも30分くらいで行けるようになります。これはどうしてかっていうと、さっきも出てきたアメリカのスペース X という宇宙船の会社が開発している宇宙船で行けるようになります。みんなが大人になった時にはちょっとアメリカのロサンゼルスまで日帰りで出張していきますというふうになるかもしれない。あとはイギリスに住んでいるお姉ちゃんに今日ちょっと会いに行ってくるっていうふうに言うような未来が来るかもしれないです。みんなが大きくなったら今想像できないような豊かな未来が待っているというふうに想像してみてください。次に行きます。でもそれがで宇宙ではどんなことができるのかなっていうことを考えてみました。これ月だよね。月に行くと体がとっても軽くなります。そうだよ。ジャンプすると地球のジャンプするのの6倍ぐらい飛べます。ちょっとその映像があるので少し分かりにくいかもしれないですけれども、それを上映しますので見てください。ではチコちゃんお願いします。飛べる。はい、チコちゃんどうもありがとう。ちょっと分かりづらかったかもしれないですが、後でホームページにこの動画もちゃんと入れますので、もう一回見たい人は見てみてください。さっき言ったように月では体が軽く感じます。なのでポーンとゆっくり飛び上がったり、ポーンとゆっくり倒れたりということができる、とっても不思議な感覚です。では月は今6分の1ぐらいっていうふうに言ったんですが、実際本当に重力が全くない、重みが全くない時にはどういうふうになるかという実験を映像でお見せします。こちらはもう少し長いけれども見てみてください。はい、ではポちゃんお願いします。月に行くと、これ月に行くととっても体が軽く感じるというのをみんなに見ていただきました。その後2つ目に見ていただいた動画は、無重力、全く重力を感じないという仕組みを飛行機の中で作って体がぷかぷか浮くということを実験をする映像です。魔女の宅急便ってみんな見たことあるか。あ、知ってる知ってる。はい、先生はあれが大好きで、多分ね20回ぐらい見てると思う。ほうきに乗って空を飛ぶんだよね。でもキキは時々ほうきの調子が悪くって落っこちそうになったり変なところに行っちゃったりする。今の映像がそんな感じなのかなと思います。自分で行きたいところになかなか行けない、そんな風な不思議な体験ができるのが無重力体験という何ですか？ない実験の映像です。それで宇宙では自由にいろんなことを考えていいんですよ。だから地球だと例えばね、お水をこぼしたら床が汚れて、あとはテーブルが濡れたりします。でも宇宙だとこんな風に丸い玉になってぷか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 浮くので、追いかけてゴミ掃除をします。嘘。そう、表面張力っていうので丸く丸くなって、そしてぷかぷかと浮くので走って追いかけてお水を飲むこともできるよ。
僕たちは宇宙船に乗って出張に行くようになったらこういうことも実験できるかもしれないね。とっても面白い未来が開けてると思います。じゃあ次に行くよ。今お勉強がうまくできなかったりお友達と喧嘩をしちゃったりいろんなことがあるかもしれない。そして今はね、病気があるので外に思ったように外にお出かけできない時もあるかもしれない。でもそういうふうにこんなことできないなとかこんなこと言ったら笑われちゃうかなとか僕って変わってるのかなっていうふうに今感じているかもしれないけれども、宇宙に行ったらとってもとっても自由なのでみんなこんなふうに考えられると思います。見て見て、こんな不思議なこと僕はできるんだよ。そんなこと考えて、君すっごいね。あと僕ってすごい才能あるよ。こんな面白いこと考えてやっちゃったっていうふうに、自由にいろんなことが試せるのがこれからの時代です。一つのことがとっても大切っていうふうに思いすぎなくって、いろんなことにチャレンジをしていただきたいなって思います。でも先生やお友達や家族に迷惑をかけることはやめましょう。いいですか？じゃあ次に行くよ。最後なのでもう時間ですね。これからちょっとクイズをして終わりたいと思います。これちょっとね、大きな雇用で難しいのでいくつか画像にしてみたのでそれでクイズをしてみよう。じゃあ行くよ。さっきちょっと勉強したけど、この大きな星、太陽系の中で一番大きな惑星ですが、これなんていう星か分かる子いますか？声出して。木星。あ、木星。当たった。すごい。手前にあるこれが地球の大きさなの。だから地球が11個並ぶぐらい、とっても大きな。それが木星です。ちょっと次の映像を見て。ほら、すごくない？木星なんだけど、もし木星が月の位置にあったら、地球にいる私たちにはこんなに大きく見えるよ。それぐらいとってもとっても大きな星、それが木星です。では次の質問いくよ。太陽系で一番熱い星って何か知ってる？火星。そうだね、これ火星の色にとっても似てるよね。でもね、火星は本当は太陽が少し離れてるから太陽に近いところの星が熱いんだよ。さあ答えを見てみよう。金星で470度もあるとっても熱っちいの星です。太陽先生は火を見たっていうふうに言いましたけれども、この金星もとっても綺麗に見えました。夕方7時ぐらいかな、月の近くに見えるとっても明るい星が金星です。これは知ってるよね。土星。そうそう、あれ、そう、土星なの。この輪っかはやっぱりあいちゃんと違うね。氷でできている。この輪っかは氷でできているって知ってる？氷でできている、石と氷。そう、とっても変わった形の星だから分かりやすいよね。あとはさっき勉強したので覚えてる子はいるかな？太陽系の惑星はいくつあるかな？いくつだったかな？覚えてる子、声出してください。9。そう、当たりに。9個ね。太陽という恒星の周りを惑星がを並んでます。最後は9個です。みんなとってもよく勉強できました。世界のスナック先生はお先に行ってきます。明日は、チコ先生が今日司会をしてくれたチコ先生が先生を担当します。今日みんなは色を塗ったり点線をつないでいただきましたが、明日はユーリ先生もいるのを作ります。もう2回目の子ももしかしたらもっと上手にできるかもしれないから、時間があったらぜひ受けてみてください。
この紙飛行機、とてもよく飛ぶ飛行機みたいです。それでは、それで今日の授業を終了します。では司会のチコ先生にお渡しします。みんなどうもありがとう。お返しします。はい、ゆうり先生ありがとうございました。はい、チコちゃん戻ってきました。ゆうり君戻ってきました。先生バイバイ。はい、今日も楽しく勉強できましたか？みんな楽しく勉強できた人、はい、手挙げると、あ、よかったよかった、よかったです。はい、ここでチコちゃんから2つお願いがあります。1個目は、これからもっと楽しい講座にしていきたいって考えてますので、後からアンケートを送ります、皆さんにね。そのアンケートにぜひ皆さん答えてください。はい、はい、ありがとう。2つ目は、今日やったワーク、ね、あの最後まで色が塗れなかった人もいると思います。あの自分の好きな色最後まで塗ってみて、自分オリジナルのね、特別な飛行機に仕上げてから、ぜひ写真を撮ってね、あの送ってください。ホームページとか、あとはその宇宙船を作っているバージンギャラクティック社っていう会社に皆さんの作品もお送りしたいと思います。ぜひね、お名前書いてね、送ってもらえたら嬉しいです。はい、あと今日ゆうり先生からも紹介ありましたけれども、今日の授業の、動画もう一回見たい人はホームページに全部載ってますから、ぜひまたね、お友達にも紹介してくれたり、また見てくれると嬉しいなと思います。はい、これからちょっと写真撮影をするんですけれども、その前に、5月からの講座について少し、ご紹介をしたいかなっていうふうに思っています。ちょっとお待ちください。皆さん見えてますでしょうかね。見えてます。見えてますか。はい、5月のアストラックスキッズの講座ですけれども、今日が、2日目ですね。ゴールデンウィークスペシャル2日目です。あと残り、4日4、5、6、最後日曜日10日の日にやったあとですね、ぜひね、あとね、参加できる人はゴールデンウィーク中もまた集まってもらえると嬉しいです。ゴールデンウィークが済んだ後ですね、17日からは、同じ日曜日の10時から11時この時間で、有料化になりますので、ぜひね、今のうちに皆さんたくさん参加してもらえると嬉しいなというふうに思います。何かわからないことがあったら、アストラックスの担当のシエリカさんか、太子先生にお知らせいただければと思います。はい。はい。はい。それでは、ここで、株式会社アストラックス、このアストラックスキッズをやって運営してくれている社長の山崎太一さんにちょっと一言で挨拶もらいたいと思います。太一さんお願いします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。今日の授業はどうでしたか？楽しかったですか？はい、ね、楽しかったね。すごい皆さん綺麗に、宇宙船の絵がかけて塗れてすごく良かったです。明日はですね、その宇宙船の折り紙をやります。で、折り紙で作って、飛ばすとですね、すごいよく飛びます。先生もすごいそれが大好きでですね、であれ何度も飛ばしてます。ぜひ明日も参加して、作ってくれたら嬉しいです。いつもの僕の友達がいます。誰でしょう。お、こんにちは。おはようございます。楽しかった。僕と一緒にね、今度みんなの宇宙船に乗って宇宙行きたいな。楽しみにしてます。明日も参加してね。じゃあね、バイバイ。はい、ありがとうございます。じゃあまたこれからもね、ずっとこのアストラックスキッズ続けていきたいなと思いますので、一緒にみんなと一緒に宇宙の勉強していきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。午後もありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ
じゃあその前に記念撮影しますよ。記念撮影。じゃあね、みんな作品せっかくだから、今日の作品をちょっと顔半分出しながらね、作品も見せてください。見えるかな？顔をちょっと出してね、こんな風にして。はい、それでお写真撮りたいと思います。はい、いいですか？はい、チーズ。あ、アイリちゃんがちょっと半分顔がかぶれちゃったかな、かぶっちゃったかな？あ、アイリちゃんの可愛い顔もう一回こっちに見せてください。いきます。はい、チーズ。はい、チーズ。はい、ありがとうございました。じゃあ皆さん、明日来られる人はぜひね、また寄ってください。はい、さようなら。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。さよなら。さあ、会議を切ってもらうね。さよなら。さよなら。元気でね。バイバイ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 。このままじゃ終わらないぜ。本気を出していたい。いつだって人は戦いに心見せられて。胸に抱えた一生キスがその時を待っている。